ポスト米英時代、和歌山福島震度4、米英仏バビロンは、北海道に露軍と沖縄に中軍が控えていて、地震と津波の連動ができないのである。投稿者ポスト米英時代日時2013年8月31日10時間35分43秒、和歌山福島震度4、米英仏バビロンは、北海道に露軍と沖縄に中軍が控えていて、地震と津波の連動ができないのである。年中のショックドクトリンは、海底核爆発による人工大津波だけではダメで、地下核爆発や、プラズマ兵器による人工地震だけでもダメで、両方セットでびっくりさせないと成立せず、科学的にも奇弁を強弁できず、両国が海空で米軍を監視しているから、セットで起こせずにいるが、バカだから我慢できずに中途半端な地震だけ起こしたということである。もはや猛暑兵器のやりすぎで、プラズマ兵器の原理もバレバレだが、シリアの化学兵器さん同様に、実効性が低くてもやけくそでできることをやるといった状態で、多重債務者の破産前の支離滅裂な行動と同じである。シリアの化学兵器さんもすでにネットや一部の報道で、年中の自作自演であることがバレているが、後がないからやけくそで、イラクの時のアホブッシュと同じことをやるわけだな。今やオーストリアは上空を使わせないし、イタリアは基地を使わせないし、英国は事実上の3認定で手を引き、その中で、仏も慎重な言い回しになり、米国議会も反対派が急増し、情報機関も証拠がないと言い出す始末で、おバカがどのような決断をするか見物である。もう、米英仏の白色偽ユダヤが世界を引っかき回しているのは、バカでもガキでもわかっているのであり、米国の天文学的借金を踏み倒そうとして、暴れているのは一目瞭然なのである。バカげた話だな。宇宙人詐欺と天体詐欺で、我々を踊らせることができなかった時点で、クソジジイは積んでいるのである。町内会のじいさんたちみたいに、エセ支配者の地位にしがみつくのはやめて、ただの海賊の子孫らしく、年寄りらしく貴族の末裔という嘘の衣を脱ぎ捨てて、捨ててこ姿になって、老人ホームでおとなしく過ごすことである。ポスト米英時代、先週大阪茨城震度3、福島原発メーカー GE が金融撤退、スイス保険の会長辞任と社長の自殺、米英仏バビロンが息切れである。投稿者ポスト米英時代日時2013年8月31日18時間39分28秒、先週大阪茨城震度3、福島原発メーカー GE が金融撤退、スイス保険の会長辞任と社長の自殺、米英仏バビロンが息切れである。私が全裸で女子の間に割り込み、おみこしを担いでいた時か、じいさんたちにグアンタナモ見聞書で拷問を受けていた頃に、関西大地震産予定地で地震が起きていたようだな。昨日の和歌山といい、クソジジイの仕業だな、バレバレである。今日も、中途半端な猛暑兵器と海底核爆発のような強風だな。おそらく海底では米原船がおならをしようとすると、中路の原船が警備員のように現れて、地道にここはおならをするところじゃないよ。おならをしたいならエレベーターに行ってやりなさいと警告されてやりにくく、それでも言うことを聞かず警備員の言った後に、すかしっぺをするな、そそくさとするから中途半端な地震しか起こせないわけである。そこへ行くと、私がエレベーターの中でおならをするときは、1年ぐらい前からマーケティングして、あらゆる状況を想定して、いざとなったら乗り合わせた OL のせいにできるぐらいの準備をした上で、茶室でお茶を立てるような気持ちで、獅子おどしの音やカエルが池にぽちゃんと飛び込む様子や、セミの声が岩に染み入るような静寂を楽しむようにぶっ放すわけだな。顔つきはゴルゴ13というか、親が飼い始めた猫がうんちをするときみたいに真剣そのものだな。最近の連中ときたら、場当たり的でバレバレである。そうこうしているうちに、じいさんが体育館の裏の町内会事務所の2階に、顔出せやーと脅しに来たな。明日の神輿格納と鉢洗いまで拷問を耐え抜けば、明後日から私は自由であり、石抱き水攻め、爪離しに、酒攻めを耐え抜く所存である。ポスト米英時代、来年3月で、被爆関連の賠償請求が時効となり、その時に、東日本の不動産の価値はゼロとなるようで、各自正念場である。投稿者ポスト米英時代日時2013年8月31日に10時間15分30秒、来年3月で、被爆関連の賠償請求が時効となり、その時に、東日本の不動産の価値はゼロとなるようで、各自正念場である。ゼロは大げさで、おそらく途上国のものが、短期間入れ替わり立ち替わりで出入りするようになり、ゴーストタウンにはならないと思うが、日本人が永住する場所ではなくなるということである。アベノミクスというのは、その流れをごまかすために演出されたものだが、近所のアパートはガラガラで、お買い得物件の捨て看板はあちこちに貼られており、とても地下バブルを演出する雰囲気ではなく、値崩れを防ぐので精一杯といった感じだが、それももう限界である。ロシア局が、3年前の外部被爆と違う切り口で、4000万人避難の可能性を報じたが、東京の地下水も、福島由来でダメになるというもので、農業汚染、漁業汚染による内部被爆も深刻なのに、水道の水もダメで、ウォシュレットの水もお尻から被爆では済みようがなく、壁材に石綿が使用されているシックハウスどころの話ではなく、放射能ハウスなど、資産価値がゼロと査定されても当然である。私も、今年の祭りはじいさんたちが泣いて喜ぶぐらい相手をしているが、それというのも、少なくとも私は、来年の祭りの時にはここにいないと思うからで、特別大サービスで、今晩も100回聞いた話を、初めて聞いたような顔をして、年寄りの知恵はさすなぁと、じいさんが眠くなるまで付き合うわけだな。朝も昼も夕方も、夜のために死んだように、たっぷり眠って臨んでくるから、なかなか手強いわけである。そんなわけで、取り調べを抜け出して書いているが、家族を人質に取られており、すぐ戻らないと、一人ずつ始末すると脅されているので戻るが、町内会マフィアの構成員も、
プライベートな時間が持てず大変なわけである。